それでは続いてのメンバーです、どうぞ。お、ももちゃん、それでは早速、はい、キャッチフレーズをお願いします。はいはい、姫路城からどんぶらこ、多くの村から桃が来た。ありがとうございます。兵庫県出身、二十歳の奥村桃香です。よろしくお願いします。わー、ももちゃん、ももちゃん元気、すぎいきなりね、はいって、はいって、いいね。いや、この大声が好きですよ、私は。じゃあ早速サインを見せていただきましょう。お願いします、はい、私のサインはこちらです。はい、おあ、逆だ、まさかのすいませんでした。こちらです。いい、ね、天然さがいいね。なんかいる、何これは。わかった、これ馬でしょ。正解です。うわ、あのね、絵が上手、お馬さんね、かわいい。絵が上手だからすぐ分かったよ。アイドルらしいね、はい、馬が好きなの、うん、はい、あの農業高校出身で馬術部に入ってたので。馬術部、はい、馬のことがすごく大好きなので馬を入れました。すごいね、かわいい馬。これ崩さないように、はい、お願いします。頼んだよ、はい、ありがとう。じゃあ今日お願いします。よろしくお願いします。じゃあ続いて奥村桃香ちゃん、はい、プロフィール見ていきます。奥村桃香です。よろしくお願いします。はい、ご丁寧に。それではプロフィールを見ていきましょう。じゃん、はい、奥村桃香ちゃん、2003年8月28日生まれ、20歳、兵庫県出身、大型、特技大声、甲子園のウグイス嬢からのサイレンのモノマネ、まあ、唇40とかもう意味がわからないもん。どういうこと。いろいろ掘り下げたいんですけど、ね、気になるね。あ、おすすめの楽曲が、はいはい、僕はもう少年ではなくなった、嬉しい。好きなの。大好きなんですね、ちょっと後で語ろうね、はい、ぜひお願いします。嬉しいね、なんかじゃあ特技触れちゃう。これ触れたくないんだけど、怖すぎてね。なんか何これ、面白い。唇40も見たいんですけど、はい、はい、あの特技、甲子園のウグイス嬢からのサイレンのモノマネ、はい、はい、これは一回ねテレビのね番組でも披露したことあるんだよね、はい、でもニコ生さんでも改めて今日披露させていただいてもいいですか。披露していただいても、はい、はい、お願いします、はい、それではお願いします。いきます。背番番5558番番奥村桃香が、わー、ありがとうございました。よかった、私さん。今日もありがとね。はい。最初さ、マイク通して言ってたじゃん。うんうんうん、サイレンマイク通したらどうしようって思っちゃって。私たちの耳が。確かに。皆さんの耳が心配になったんだけど、ちゃんと地声で。ちゃんと。はい、よかった。すごい。アナウンスもすごいね。上手だ、響いてるみたいになったので、はいはい、エコーかかってたね、はい、ありがとうございます。いや、これはこれからも何百回も、そうだね、やってだんだんね、うん、本当に洗練されて、はい、ありがとう。ちょっと他にも、はい、乗馬、はい、はい、乗馬、馬が好きってなんですか。馬乗れるんですか。あ、そうです、馬術部に、あ、馬術部に行って、はい、すごいね、でおしゃれ、はい、馬のお世話はしていました。あ、お世話、ね、お世話も乗馬もしてました。はい、どうやら写真があるみたいなので、うん、はい、見てもらえ、見てみましょう。こちらです。おお、触れてます。すごい。え、本当大きい。しっかりと馬。しっかり馬。大きいんです、結構。ああ、乗ってる。すごい、かっこよ、貫禄ありすぎない。ね、馬乗れるんだ、かっこいいね。ちょっと待ってよ、はい、ねえねえ、うん、の、なんかお嬢様じゃないの？わ、ひょっとして。お嬢、お嬢ですか。実は、はい、違うんです。違うんかい。すいません、何このバラエティできそうな雰囲気は、ね、ちょっと嬉しいです ね、うん、ね、これからが楽しみ大ですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。